こんにちは、インターナルモノローグの正人です。今回はですね、私のそのツイッターの方の中でですね、そのマクシーさんって言われるですね、ドイツ生まれのドイツ人の方で、まあ、日本に現在大阪に住まれている方なんですけど、まあ、その方とちょっと 今回ですねインタビューさせていただくことになりまして、で、まあ、テーマとしてはそのマクシーさんはまあドイツ生まれなんですけど、まあ、ドイツでまあどのように英語を勉強されてきたかっていうことがすごい私自身興味があってですね、でまたその現在日本に住まれてですね、まあ、その早稲田大学東京の早稲田大学の大学院を出られて、まあ、現在大阪でフリーランスとして働かれているんですけど、まあ、すごいその、まあ、日本の英語教育と比べてドイツの英語教育っていうのはどういうものなのかっていうのをですね、ちょっと比較したいなと思ってすごい興味があってですね、今回インタビューさせていただきましたので、まあ、これから英語勉強される方とかですね、現在勉強されている方で、まあ、そのなんていうんですかね、そのどういうふうにこう英語勉強するかっていうのをですね、もう海外ではヨーロッパではこうどういうふうにされて、特にこうドイツですね、ドイツではどのようなこう勉強スタイルされているかすごい興味があると思いますね。そういう方はぜひですね、本日のビデオこう面白いかと思いますので、まあ、ぜひご視聴いただければと思います。それでは本日のビデオどうぞ。どうもこんにちは。僕がマサトと、こんにちは。ですね、じゃあ本日はこうマキシーさんという方をですね、インタビューしたいと思います。まず簡単に自己紹介お願いできますか。英語もある程度できてます。YouTube で主に、はい、まあ、ドイツ文化の動画を撮ってますけど、たまに語学、英語学習とかの動画も作ったりしてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、まあ、そのマキシーさんってドイツ生まれなんですけど、その、まあ、日本語もすごい精通してすごい上手なんですけど、英語っていうのはですね、まあ、僕自身日本人なんで日本で小中高で勉強してきたんですけど、まあ、こう日本の英語教育っていうのは、まあ、ご存知かと思うんですけど、すごい受け身教育で、まあ、その黒板でですね、板書して、まあ、それを書いて覚えて、まあ、暗記して、まあ、そういったテスト、その大学受験とかですね、受験のための英語っていうことなので、すごいアウトプットが全然できない英語教育っていうのが、まあ、典型的な日本の教育なんですけど、そのマキシーさんが育ったこうドイツでは、日本と比べてどのように英語を勉強されてきましたか。その辺がちょっと聞きたいなっていうところなんですけど。私、今は多分小学校から英語の教育あると思うんですけど、私当時は中学1年生から英語を勉強してて、で、中学1と2年のところはドイツ語と英語を混ぜながらの授業でしたけど、その後はもう英語の授業だと一切ドイツ語じゃなくて英語だけの授業でしたが、あんまり学生時代、その高校生とか中学生の時、英語そこまで好きじゃなくて、でもその後日本に留学して日本に住むと日本人と日本語で会話してるんですけど、日本語ができない外国人もいるので、だからその海外に住んで英語学習にちょっと興味を持ち始めて、でそこから、うん、そう、でも、なるほど。面白いのが、うちの場合は本当に英語が話せるようになったとか、なんかある程度自信ついたのが、早稲田の大学院 の英語のプログラムを受けたので、だからその辺でいつも論文を英語で書いたり、授業を英語で書いたり、で、仲間がアジアの国とか、まあ、いろんな方がいたので、まあその、まあ、勉強仲間といつも英語で会話したので、だから私の場合は大学院で結構伸びたような感じですね。それは日本に来てからってことですね、うん、早稲田大学の方に。なるほど、はいはい、そう、なんかドイツ学生の時はなんかちょっと自信なくて、うんうんうん、そう、あと外国人周りにもいなかったので、うんうん、じゃあその、そのドイツでの、その学習スタイルっていうのは、そのどっちかというとこうインプットがメインですかね。 そこまでこう、まあ、日本ほどすごいインプットだけの教育じゃないと思うんですけど、その辺はどうなんですかね、ドイツの方、ドイツっていうのは。ドイツはなんか議論教育っていうのが、うん、あって、で、例えば歴史の授業にそれはすごくなんか意味はない教育だと思うんですよね。全然勉強が進まないため。うん、ただ英語の授業とかフランス語の授業に関しては、グループレッスンという形で、まあ、小グループで英語について話すとか、発表を英語でするっていうのは
悪いことじゃない。あと英語の授業の中でドイツ語を混ざったりじゃなくて、英語の授業なら全部英語でやるっていうのが、まあ、日本より効率的かなっていうのをちょっと感じました。うん、ああ、なるほど、なるほど。日本の高校に1年留学したとき、当時日本語できなかったけど、英語の授業でこう黒板見て分かってたんだよね。なんか英語で書いてくれる。うん、でも先生日本語で話してて、で日本語分かんなかったけど、英語読めてて、なんかなんで英語の授業でずっと日本語話してんだっていうのが、日本に来て不思議でした。そうですよね。でも、そういった時は高校に一部にはあったけど、まあ、早稲田とかあと高校にもアメリカ人の先生のなんか授業もあったので、だからに日本で全てなんかこう日本人の先生が文法を説明するだけじゃなくて、日本でもなんかコミュニケーション能力に役に立つ授業も、まあ、いっぱいありましたね。あ、なるほど、なるほど。うんうんうん、なるほど、ありがとうございます。でその中でその、ね、ドイツでこう勉強されて早稲田に来たんですけど、その例えばその僕が興味があるのは、その日本人って本当に発音苦手だと思うんですよね。発音ができないとかですね、まあ、そのアクセントが強いとか、うん、いろいろこうコンプレックス持ってる人が多いんですけど、その、発音に関してはどういうふうに勉強されたんですかね。私は日本に住んで、うん、だからこうで、そうするとその辺で日本人の英語を多分ある程度影響されたと思うので、だから日本人に英語が聞き取りやすいんだねとかこう言われるんだよね、日本人にとって。私の英語の発音が多分日本人にとって聞き取りやすさはあるんですけど、地元のドイツに帰るとなんか、なんかこう英語の発音ってどこで済んだのとか、どこでこういう発音を覚えたのってこう言われるのが、別に悪い意味じゃなくて、ただなんかみんな聞いてくるのが、そうそう、博物館で働いた時にいつもなんかこう、留学してたの、どこ行ったの、なんか英語の発音面白いって言われてでも別にその聞き取れないわけじゃないんで、そうですね、なるほど、なるほど、面白いですね。個人的にイギリス英語の発音すごい好きなんだけどね。あ、そうそう、いいですね。僕もそうですね。そうですね。僕もこう、どっちかというとイギリス英語が好きですね。アメリカ英語、割とこう苦手なんですよね。まあ、別にその、好き嫌いってよりも、なんか聞きづらいですよね。結構、イギリスの方がこう、綺麗に、ね、その滑舌って言いますかね、その語尾をきちんと、はっきり発音しますよね。T とかも綺麗に、ね、なんかちゃんと。いやー、なんかかっこいいっていうか、なんか何なんだろう、話し方が、なんか歴史的な流れとしてもすごく丁寧で、うん、そうだからなんか結構イギリスの英語はそうなんかこうメロディーが好きなんですよね。あ、確かに確かに、なるほど。で今その早稲田の大学の方は終わったんですかね。そう、今どういうふうなことをされてるんですかね。早稲田の大学終わって2年ぐらい、はい、会社員やってたんですけど、去年からフリーランスになってドイツ語を教えて、もう本当に一人でだいたいパソコンの前か、たまに街に出たり撮影したりするんですけど、基本はオンラインでドイツ語を教えたり、またはドイツ語翻訳、通訳の仕事もコロナになる前はやってたんですけど、英語日本語ドイツ語の、まあ、依頼があった時に当たって現地に通訳するという仕事はあったけど、コロナでちょっとそれが減っちゃって、で今はほとんど本当にドイツ語とまたはイベントを作って、そうですね、あとまあ普段そのお客さんも探すために当たって YouTube 動画をたくさん作ってます。ああ、なるほど、なるほど。YouTube 僕も拝見したことあるんですけど、どういうふうなこうメインとしてどういうテーマでこうやられてるんですかね。ドイツ語に興味ある、日本人、はい、またはドイツ文化に興味ある日本人のために情報を発信しています。だから、まあ、語学が主のテーマなんですけど、はい、なんかもう100本近く作ってて、なんかたまになんかドイツ語とかドイツってのもう話すことないなみたいなところはありますだからたまにずるるんですよね。たまには例えばその YouTube のなんか伸ばし方のコツのなんか動画もあったりするんですけど、基本主のテーマはそういうドイツ文化とか語学とか、はい、そういう学習方法、
ああ、なるほど、なるほど。じゃあ面白そうですね、なんか。まあ、ぜひ、そのね、僕のお客さんで、そのドイツ語とかですね、ドイツの文化とか食べ物とか、そういうの興味がある方は、マキシーさんのですね、YouTube をそのご覧いただいてですね、まあ、ぜひ、ね、登録していただければと思います。まあ、本日は、マキシーさんっていうね、ドイツから、ドイツ生まれの方ですね、今回インタビューさせていただき、どうも本日ありがとうございました。ありがとうございまお疲れ様す。でした。失礼します。